験者の皆さん、こんにちは。光のバーチャル YouTuber、カルミアです。動画やスクリーンショットの撮影を広める目的で、以前作成した Twitter ハッシュタグ、ハウジング自由に撮影してね、FF14 で、素敵なハウジングを見つけたので、お邪魔してきました。今回のハウジング訪問は、ゼロムスサバ、白金16区17番地にある、スタジオ富士という名前のハウジングです。こちらのハウジングは、白金地区の立地を生かした、和をテーマとしたハウジングで、ハウジング内にいくつもの撮影スポットが用意された、スタジオ形式のハウジングです。室内外には和を基調としたロケーションが設定されており、シチュエーションに合わせて好みのスクリーンショットを撮影することが可能です。和風ならではの繊細で奥ゆかしい雰囲気がとても素敵ですね。特にカルミアは、お庭の竹林の雰囲気がとても気に入りました。ツイッターに掲載されている家主様の投稿には、人物撮影を行う際の参考スクリーンショットも添付されていて、スクリーンショット撮影が初めての人でも素敵な構図を参考にすることができます。とても素敵なアイディアですね。こちらのハウジングはとても人気で、カルミアがお邪魔した時も、他のサーバーから撮影に訪れている方もいました。ハウジングの所在、並びに投稿されている家主様のツイッターアカウントなどの詳細は、動画情報欄に記載させていただきましたので、ぜひ皆さんも撮影に訪れてみてはいかがでしょうか。以上、光のバーチャル YouTuber のハウジング訪問でした。あなたの冒険が始まるのはいつですか？